はい、それじゃあなんとなく、他人がこっちではダメージきつすぎる。なんとなくトリスタナやってみようと思います。ルーン何になってるんだろう。なるほど。舐めてると火傷するよ。そうだね、なんかね、サミーラも、サミーラと牛って結構ね、実はむずいんよ。サミーラと牛って本家だとむずくて、っていうのもアリッサーが連戦クソ弱いっていうのと、クソ弱いプラス、アリッサ、デアデビルインパルスの、そのサミーラのパッシブの、なんか距離がね、こっちより短いから、アリサ WQ に合わせようと思ったら、アリサの W 指導の横1にいないと、デアデビインパルス発動しないんだよな。まあ、むずいこと言ってるかもしれないけど、今。それがね、結構むずい、実は。やべえ、俺ごめん。いい使っちゃった、適当に。セナは殴れたら強いの。俺がしっかりこう前に出て圧をかけたからダメージが出てんの今。あとトリス買ってる時はね、よっぽどな、さっきみたいないい適当にタワーに打ったけど、よっぽどなことがない限りは使わない方がいい。うま、俺。ゴッドトリスターなやん、俺。ゴッドリアン。帰ってくれ、頼む頼む頼む、押さないでくれ、頼むそれ、プルウェーブだったやーん、プルウェーブやったやないかーい。なんで俺ゴーストあかんかったやろ、さっき。でもゴーストあかんかったことは反省だな。やめてくれー、こういうレオナが Q 落ちたとき、E 落ちたときは、爆発ダメージが敵に入るから、パワーありだと思う。フルウェーブって、ウェーブが、この、まあ、バウンスウェーブとも呼ぶんだけど、まあ、バウンスウェーブとはちょっと違うか、また。まあ、帰ってくるウェーブのことだね。ウェーブがこの半分より、こっち側に、ジジャンのミニオンが奥にいると、相手のミニオンの到達の方が早いから、必然的に相手のウェーブが押すことになる。まあ、わかるかな、これ。わかるかな、この説明で。プッシュは相手の、ほっといたら相手のタワーまでミニオンが溜まっていく。プルは、ほっといたらこっちまで来るウェーブのこと。まあそうだね。押してるか下がってるか。で、バウンスウェーブっていうのは、相手のタワー下に押し付けたら、ウェーブって、こうやって今真ん中よりちょっと前に出てるのね、今。で、これって、これってゆくゆく、本当に15分ぐらい経って、10分ぐらい経ったら、プルウェーブになるのよ、これって。押し切って、相手のタワーに押し切って、ウェーブが高い位置になることをバウンスウェーブと呼びます。まあそうだね。まあそれもあるし、こっちの相手のミニオンの方が多くロストするから、てか、まあプルウェーブの時ってミニオン数にもよるけど、基本的にあんまりウェーブロストがない。相手のミニオンが死ぬだけだから。
インテクあえて上側行ったし俺。ああ一人で一人でタワー吸いたい。あーれー、なんちゃってそんなこと思ってないや。あーセナ行ったからタワーおろうじゃないよ。セナが来る前に、いやー奪われた。奪われたぜ、嫌な気分だ。てかさ、スイッチと同じようにさ、あれだよね。思ってる思ってる、やっぱり。今のハンマーボードの Q が来るときに、フラッシュを打つってのは大事ですね、今の。俺が今フラッシュを先に切らなかった理由。ハンマーボードのタイミングでちゃんと、フラッシュを切るとダメージを受けません。ニーラがワイリフで ADC マークついてるんですけど、ADC 強いんですか？本家では強いです。昨日なんか俺、連戦、アフェリオス使って連戦で5回殺された。まあ、まあ、ワイリフはね。はい。そうだね、ジャーバンは旗のエース上昇あるからね。下に走ってくれたらいいの、嬉しいのにな、ゼド君。ニーラがジャングルのが強い理由が、あのジャングルってファームだけしとけばある程度育つけど、なんかレインより多分育つんだよな、適当にやってたら。でもそれの安定にしてファームできるからだと思うけどね。まあ 2V にしようや、 2V にしようや。ぷよーん、こうちゃんと死ぬタイミングで W を使う。やべえやべえ、じゃあもうとんでもねえことになってる俺たち。なんでジャングル来ねえんだ相手の。なんで来ねえんだ誰も。強気だね君。強気じゃん。そうだね。わけわからん。タワーおろぜ、みんなでタワーおろ。誰が取っても恨みっこなしな、この CS。 くそー、全部取れなかったぜ。やばい、俺とセナがもうタワー壊し職人みたいになってる。バヒューン、コグマウとかさ、すぐ実装できるだろう。ああそうな、確かにそうかも。適当に上げてたスキル、うん、スキル適当に上げてたわ。あるあるだからね、なんか大事なやつだけ上げたらあとどうでもいい。確かにダブリ上げる意味ねえなあんまり。うん、まあ勝ってるからダブリでいいんじゃね。いらね。移動中です。まあ、Q の方が強いか。同化 AD 違う、同化 AS 違いすぎる。あまりにも。おい、かわいそうだろおい、カイサが。カイサがかわいそうだよ、これ。
はい、タワー降りに来ました。タワー降りに来ました。こんにちは。うまへんな。やばい、ナボリに行かないといけないのに。いや、そう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 、それあっていいよね。なんでないんだろう、 YouTube。でも俺タワーダメージが半端ないことになってる。マジ？熱いね、それは。俺も見てたよ、さっきまで。あ、降参した。俺これタワーに対するダメージ俺ら半端ないんじゃね？ミルクレア、敵に救され味方に虐げられ、カイサムの心はもう、うん、壊れちゃったね。パワーダメージいくらなんだろう。ルシアンは私の心の壁を崩してくれた。パワーダメージとか見れないのかな。パワーダメージ。5本。うわ、ダメージ量は見れないのか。悔しいな。5本です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。マサイロン、トリスターナも練習したかったからやってくれて助かった。